のですか。よかった、あなたが無事で。申し訳ありません、涙など流して。あなたはいつも無茶が過ぎます。もっと自分を大切にしてください。あなたは皆に慕われるからくり部隊の指揮官なのですから。でも助けてくれてありがとう。よく戻ってきてくれました。私はこの里が好きです。お頭がそうしたように、私も里のためにできることをしてみたい。お頭は許してくれるでしょうか。私の意志こそが全てということですね。ならば一歩前へ。お頭戦技の評議が始まるようですね。先に行っていてください。私もすぐに合流します。岩屋とで会いましょう。では、お頭戦技の評議を始める。10名の推薦人を確保できたのは、八雲と東野の2名だけだ。この2名をもって、お頭の立候補を締め切る。今後は入れ札による投票に移ることになる。異存のあるものはないか？ないようだな。では、源氏国をもって、お待ちください。紅月か、ここに何の用だ。この場を借りて皆様に申し上げたいことがあり参りました。私はお頭に名乗りを上げます。紅月、おめえ、かつてお頭が夢見た外様と機内の融和を果たすために、今私にできることをしたいのです。あの日私はお頭を切りました。その罪は生涯消えることはないでしょう。それでも受け継ぎたい思いがあるのです。この中に私の推薦人になってくれる者はいますか。私に力を貸してくれる者はいますか。ありがとう。私も推薦するわ、紅月。お前は強い。お頭にふさわしい強さだ。いいのかよ、お頭なんてめんどくせえぜ。あなたは気高く優しい。これ以上お頭にふさわしい人はいない。お前以外には務まらんさ。よく決めたな、紅月。なるほど、慕われているようだな、紅月。だが推薦人は10人必要だ。これでは届かんぞ。どうする？僭越ながら私も推薦人になってよいでしょうか。覚えておいででしょうか。過日皆様に命を救ってもらったこの絵のものです。その恩返しをさせてください。ありがとう。侍も推薦人になっていいか。戸様居住区が鬼に砲撃された時、あんたたちに命を救われた。あんたたちなら平等な里を作れるだろう。戸様のみんなを頼む。自分も推薦人に。私も。みんなありがとう、ありがとう。
よかったな、紅月。人望がないな、侍。お互いにな。やれやれ、お頭になるものとはこういうものか。大和、道を行くだけで多くのものが集う。もっとも紅月の力だけではない。お前もまた結ぶものであるらしい。いいだろう紅月、本日をもってお前をお頭候補とする。後日の入れ札に備え、己の信ずるところを皆に伝えよう。選ぶのはこの里に生きる全ての者たちだ。あなたのおかげで私は勇気を持てました。お頭になれるかは分かりません。選ぶのはまほろばの人々です。ですが一歩でも前へ、私と一緒に来てくれますか。あなたが一緒なら恐れるものなど何もありません。ありがとう。岩戸の開き手よ、何時に助力しよう。これはまさか分霊。私の魂をあなたに託します。どうか連れて行ってください。果てなく続く道の先に。なんだ。よし。そうか。だが、おらんな。私に話があるのでは。ちょっとクヨ、置いてかないでよね。一人でいたら危険でしょ。あんまり勝手に動かないで。今後は私の許可を取るように。私は子供か、いちいち許可など。やれやれ、私も甘くなった。
残念だよ、クヨ。貴様のことは好きだった。だが、変革に犠牲はつきものだ。しかし、一体何の用だ？いきなり岩宿に集まれとは、返事でもあったか？私まで呼び出されるとは、一体どういうわけか。さあな。お頭千儀のことだとは思うが。集まっているようだな、諸君。お前は、四季。ここに何の用だ？軍師クヨウはどうした？クヨウは死んだ。何？何者かに銃撃され、崖下に転落した。死体はまだ捜索中だ。銃撃だと？霊山君の代理人に対する暴挙。軍師の一人として看過できん。俺より里に戒厳令を敷く。ヤクモ、トウヤ、マラズル、ベニズキ、貴様たちは供養暗殺の重要参考人だ。残念だが、身柄を拘束させてもらう。何をバカな。もし開きは裁きの場で聞こう。おとなしくバクにつけ。どうする？どうするも何も、この人数相手に抵抗できるか。まんまと罠にはまった。みんな無事でいてください。これは何の騒ぎだ。軍師クヨウが殺された。おめえには凶暴の嫌疑がかけられてる。ほう、面白い冗談だ。そのヨタ話を信じてるわけじゃあるまいな。軍師四季の指示だ。悪いが俺に拒否権はねえよ。博士、切るか。いつでもいいぜ。やめておけ。この人数じゃ勝負にならん。悪く思うなよ。内乱が起こった時点でこうなることは決まっていた。もっと早くに来るべきだったぜ。おい、何か騒がしくねえか。いたな、からくり使い。あなたは四季。これは一体。貴様らも私と来てもらおう。軍師クヨウを暗殺の実行犯として取り調べる。クヨウ暗殺だと？クヨウが死んだというのか。そうだ。哀れにも凶弾に倒れた。霊山君が知ればどれほどお嘆きになるか。嘘だ。あなたは嘘を言っている。嘘ではない。金軍の者が一部始終を目撃していた。ご苦労だったな、グエン。貴様はもうこちらに戻っていいぞ。なんだって。残念だな、貴様ら。そやつは私が使っていた内通者だ。グエン、お前。諜報活動は終わりだ。以降は我々と共に行動しろ。何の真似だ。行くんだ、二人とも。早く。グエン。すまない。行くぜ。どうやらまだしつけが足りないらしい。供養の密偵グエン、貴様の主はもう死んだ。諦めろ。剣を下ろすんだ。今ならまだ許してやる。それとも白猿を呼び出し、この里の者を皆殺しにしようか。
やれやれ、困った娘だ。まあいい、重要人物はほぼ拘束できた。その娘も軟禁しておけ。仕上げだ、岩戸を開くぞ。クヨ、どうなってんだ。行くぜ。出発進行だ。この辺りのはずなんだが。誰？こいつら百鬼隊。君たちはそれに時継ぐ。お前は八荘じゃねえか。無事だったか。二人こそよかった。それよりこいつらは一体。百鬼隊三番隊よ。クヨウの指示で相馬が連れてきたの。おいおい、マジかよ。これなら金運相手にも。それより大変なの。お願い、私と一緒に来て。このままじゃ相馬が。相馬だと？野郎に何があった？この先の砂漠で鬼に襲われたの。そしたらいきなり正気が濃くなって、みんな異界を越えてきたから行動限界が近くて逃げるしかなかった。でも相馬だけはしんがりで残ってる。お願い、一緒に相馬を助けて。行くぜ。ここから東の方には霊山があるぜ。霊山君がいるモノオフの本拠地だ。Yeah!
人を当てるんだ。面ソース、お前たちは生きてたか、そうだ。よかった。助けを連れてきたわよ。トキツル、お前か。でかしたぞハスコ。これ以上の援軍はない。だが気をつけろ。勝機が尋常な濃さじゃない。俺はいつまで持つかわからん。一気に勝負を決めるぞ。わかってるよ。何せこいつのおかげで俺は。死ぬなんてダメ。絶対に生き残りなさい、ソーマ。こいつは私たちのターンだ。てめえのおかげで俺はこんな体になっちまった。その借りここで返すぜ。
戦果だ。万全の俺ならてめえなんざ目じゃねえのさ。おとなしく地獄に帰りな。そんな、大丈夫？そう簡単には死ねんぞ。学問にて世を正すべし。いい塩梅だ。よかった、間に合って。二人とも礼を言う。おかげで命拾いした。先を急いで無理をしすぎた。これだけの勝機を出す鬼がいるとはな。のんびり話してる場合じゃねえ。すぐに引くぜ。お前はもう限界のはずだ。そうだな。なら早く戻りましょう。どうしたの？何ぼーっとして。学ばざれば地なし。風景を見た。例の浄化すべき場所が見えるというあれか。なんだよ、びっくりさせんじゃねえ。なもん今後回しだ。いや、ちょうどいい。ついでに異界の浄化をしていくぞ。ちょっとソーマ、君は行動限界が近いのよ。ここから脱出するより異界を浄化した方が早い。三番隊の拠点が欲しいと思ってたとこだ。異界のど真ん中に俺たちの秘密基地を築くぞ。俺のことなら気にするな。この程度の視線何度も超えてきた。無茶な野郎だぜ。さあ異界を浄化しに行くぞ。